ソフトバンクテレコム株式会社さんのブースにお邪魔いたしております。担当の加藤さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、言わずと知れたソフトバンクさんですよね。はい、まあ、見ていただくと分かりますけどね、お父さんで有名なソフトバンクさんですね。はい、それはどうでしょうね。今いろいろ語ってありますけどね、ソフトバンクさんのところでの、その、まあ、ご提案といいますかね、こちらのブースにおいてのご提案というのはどういった内容になってますでしょうか。はい、当社は携帯ですとか固定電話、あと今話題のスマートフォンと呼ばれる商材関係を展示して、企業さんのコストの削減に貢献する提案をさせていただいてます。はい、そうですね、スマートフォン、自分たちもいろいろスマートフォン、ね、持ってますからね。はい、いろんな商品が展示されておりますのでね。はい、コマーシャルもね、最近はね、いろいろユニークなコマーシャルがね、ソフトバンクさんといったら、なんかもうね、あのコマーシャルはすごいですよね。おじいさん、はい、新しいおじいさん、もしかすると加藤さんより若いおじいさんじゃないですかね。いや、そんなことはないと思ってます。あ、そうですか。2枚目のおじいさん、でもああいうおじいさんいるといいですよね。ね、そうですね。はい、実際お父さん喋るんですかね。でもね、喋ります。はい、お父さん、そういえばなんかあれですよね、今なんかお父さん鍋、当たりますね。当たります。ご加入いただければ、当たりいただければ、はい、お父さん鍋も当たりますんでね。はい、まあ、これはね、ソフトバンクさんのコーナー来ますとね、いろいろ展示されてますので、こちら来ていただきますとね、このひときわ背が高い加藤さんがいろいろね、詳細をね、説明してくれますのでね、はい、ぜひ、いらっしゃってみてください。はい、それでは、ソフトバンクテレコム株式会社さんのブースからお送りいたしました。加藤さん、ありがとうございました。